本当にお金が好きで繰り返しに行こうかなと思ったんですけど、どうしてよって思って、これはこれやって、今からお金繰り返しに行くんでついてきてます。でもそっちの方が行きやすいです。めっちゃ久しぶりやね。何何してた？いろいろね。今頃な、まあ、人生いろいろありますから。元気ではあった。それもなかなかいろいろ。いろいろ大変だった。2、3ヶ月ぶりぐらい。ずっと本当に来たかった。ああ気持ちはね。え、飲み歩いたりとかしてたの？この。ああなるほどね。あ、じゃあ結構久しぶりのお酒、今日飲みに行こうみたいな。そう、女の子とばっか話してたから。あ、なるほどね。久しぶりに男の子とか話してたから、おーい、あ、なるほどね。そうか、そうか、なんか2人、声大きいね。あー、ええー、まあ確かにね。てかもう、ここしかなくて。あ、もう飲める場所が。なるほど。何もあったの？どうも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 、クッションいかがですか？どのクッションがいいですか？クッション屋さんですけど、どのクッションですか？こちらにしますか？どうぞクッション、どうぞ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 。久しぶりや。久しぶりや。何してた？いろいろね。本当にいろいろあったの。何？どうしたん？どうしたんどうしたんどうしたん、何があったん？もう涙出てた。なんで？クソスの通っていることが親にバレて、で、犬ちゃんバレてることもバレて、で、めちゃくちゃ怒られて、もう全部やめろって言われたんだけど、自分で稼いだお金なのに、聞いたんですね。心配する気持ちは分かるけどね、そのお父さんに。お前、更生施設に入るって言われて、なんか移動を調整するための講座みたいな。お前、聞かれそうだったの。前だったら、私から気がついた。だからもう帰る家もなくて、もう今ここしか帰るとこなくて、どうしようって思いながら。それはね、俺も気持ちは嬉しいけど、抜け出してきた。でもその時ね、しんどかった。そういう施設があるっていうの俺も知らなかったから。携帯募集されたから、大学もさ、できないし、ネットも使わせてくれなくて、グループホームみたいなところに、なんか女の子いっぱい、ここにも戻れんし、家帰っても多分またね、お父さんまた行かせられるから。お父さんまた怒られると思う。絶対嫌だ、帰りたくない。うん、強制的に入れられたからさ、ぜひ来ればさ、それは全然いい。朝の7時からラジオ体操させられるの。へー、うわ、しんどっ。ガバガバ、ガバガバ言ってほしいわ、むしろ。あ、もうあれも全部力100まで悪いみたいな。頑張った。
しかったからね。そうだね。そうだね。強制されてることだったらさ、また違うかもしれないけどね。まあ、親御さんぐらいしたらね、心配が多分一番やね。この世界のことも多分分からないだろうし、心配したい気持ちはまあ分かるけどね。心配ではあるんですけど、まあその施設のことだったり親御さんのことだったり、まあ正直世間的にホストクラブとかホストがそういう風に見られちゃっててっていうの気持ちもすごいわかるんで、今携帯使えるのかもちょっとよく把握できないまま行っちゃったんで、まあ連絡ちょっとしてみてっていう感じで対応していきます。 K はどういう本当にどうなってるのかわかんないんですけど、逃げ出してきたって言ってるんで、多分その親御さんの方にも連絡いってると思うんで、どういう親御さんなのかわかんないんですけど、まあ、ちょっとそこは一回話してみてもいいのかなとは思うんで、その親御さんと